本当に熱気が熱いね。すごい盛り上がってますね。盛り上がってますね。暑いですね。暑い。暑い。はい。まずその何でもなかったみたいな。はい。はい。いや始まりました。はい。始まりましたよ。テンション上がってますか？わー。よかった。すごい。まだ4曲なのにこんなに。最後までね、はい、大盛り上がりで、ね、いきたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、そうですね私たち、はい、無事に、昨年、はい、2006年の11月1日に、はい、メジャーデビューさせていただきまして、はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてですね、はい、1年ぶりにゼップ東京でまたライブをさせていただける、はいはい、そうですね、すごいですね、はい、すごいですよ、もう本当にみんなのおかげですよ、うん、本当にありがとう、いつもありがとうございます、ありがとうございます何度も何度もありがとうございます、ねねはい、なんかそのメジャーデビューをさせていただいてから、うん、ね、初めての経験がたくさんあってね、はい、すごい、必死になりながらも一人私たちはこなしていったんで、ね、はいまずはね、インストアイベントとか、はいはい、どんな感じなんだろうっていうところから始まって、うん、そうはい、分かんなかったもんね。半信半疑でなんか回ってたよね、半信半疑で回ってたよね。なんか疑ってた。疑ってた、ね、いや、疑ってはいないですけど、ドギマギしてましたよ、はい、そうですね、はい。でも本当にそちらの方も、うん、全国回らせていただきまして、はい、ありがたいことです。そうだね、うん、初めて行った場所とかも結構あって、そうですね、北から南へ、そうそうね、本当に嬉しいね、ずっと6人一緒だったよね、うん、一緒だったね、なんかやたら毎日いるな的な、うん、あ、なんか来たなんかさ、来たよ、あれなんか漫才すんのかな、コメントリー漫才ですかね、一人漫才、漫談ですかね、漫談か、ピン芸人かな、ピン芸人これなんか、ここに線入ってない、うん、なんかね、腹話術みたいな感じはい、はい、喋った、うん、はい、はい、はい、そうですね、はい、11月に、はい、ビフォーユーでデビューして、はい、それ以来、私たちずっと一緒でございます、一緒です、うん、でですね、そんな私たち、うん、ノリア、そしてディーは、10月にもシングルを先行で出させていただきます、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、すごいね、今日はね、うん、その曲も歌ってみんな盛り上がろうということで、はい、ぜひぜひ、はい、はい、今日これでね、うん、なんか面白いね、かわいい、後ろの方の人見えますか、これ、うん、これ見えます、見えるみたいですね。あのね、一個だけ言っといていい、うん、この蝶ネクタイは私のスタイリングじゃないから。ですね。はい。はい。それではその蝶ネクタイとともに、はい、ハイテンションで頑張ってください。はい。お願いします。お願いします。ってことで、ずれちゃった。ライブは、まだまだ始まったばっかりですが、こっからみんな元気を分けてください。いい？掛け声とか準備 OK ですか？はい、わからない人も周りのみんなと一緒になんとなく合わせた感じで、とりあえず何でもいいから盛り上がっちゃってください。